同じレザージャケットでもこんだけ違うわけなんですよ。なめすって何ってことで、ほんまにね、これの加工なんかってめちゃくちゃ面白いなと思うのが、はい、本日ですね、価格20倍差、本革のレザージャケットの闇を大公開していきたいなと思います。ということで、よろしくお願いします。まずはですね、こちらがですね、ルイスレザーといって20万円ぐらいするレザージャケット。で、こちらがですね、GU とアンダーカバーのコラボで出た8000円のレザージャケットになってますので、8000円を、これ何倍 ?30 倍までいかんけど、25倍ぐらいするんかな。同じレザージャケットでもこんだけ違うわけなんですよ。で、それをね、皆さんと一緒に見ていくために、このようにね、皆さん見てください。革のレザー工場から行ってきました。で、革のレザー工場から行って、なめしとはそもそも何とかね、その、よくグローブで使われる革とか、このレザージャケットとして使われる革とかって何が違うのかみたいなところの話をしていって、じゃあ今回の GU とルイスレザーでは何が違うのかって話していきたいなと思います。ではまずパッと見てもらいたいんですけど、このようにね、レザーの端切れみたいなのがいっぱいあるんですよ。で、これは全部牛革なんですよ。で、色が違うだけじゃなくて、例えばこういう風に野球のグローブ用のね、革とかって、この中がね、中白でこう白くなってるんですよ。芯まで染めてないやつなんですね。それによって、こう硬さをキープしてたりっていうのがあったり、それ以外には、これはね、実は同じ革なんですけど、これ防水のレザーなんですよ。だから雨に全然濡れないっていうレザーがあったりだとか、あとは何にも加工しない、これヌメっていうやつね。ヌメ革とかでよく聞きますけど、これヌメって何か今日も話したいなと思います。次が、この表にコーティングした、ツヤのコーティングした加工でめっちゃ硬なるんですよ。で、こういう感じで、全部同じ革の元々は素材なんですよ。全く同じ素材だけど、加工でこんなに変わってくるっていうね。そんな話をしていきたいなと思うんですけども、まずこれパッと見て、違い分かる人いてます？これがじゃあ20万円の本革のレザージャケットですと、まあ着てる本人は全然違いますよ。重さがちゃうからね。で、レザージャケット、本革の方が重たいんだ。で、フェイクの方はどうなんって言ったら、このフェイクの方が軽いし、しかも柔らかいんですよ。まあ、そっちの方がええやないかいってなってくるんですけども、まあフェイクレザーってご存知の方も多いと思うんですけど、まあビニールとか、ポリウレタンとかで作られてるんですよ。で、それによってどうなるかっていうと、経年劣化、要は加水分解が起こってくるわけなんですね。レザージャケットってなんかこのよく曲げる肘のとこからパキパキ割れてきたりとか、ポロポロ剥がれてきたりする理由って、あれって何なんですかっていう話になったら、こういう安いフェイクレザーは布の上にビニールをつけたりだとか、あと布の上にウレタン加工して革っぽく見せるだけなんですね。だからレザージャケットっていうかビニジャンなんですよ。ビニールジャケットになってたり、ウレタンジャケットになってるわけなんですよね。だから見た目はすごいレザーには見えるんやけど、レザーとはもう全く別のもの。もうどれぐらい違うかって言ったら、アトウカイとカトウアイぐらい違うっていうところをまず押さえておいていただきたいというふうに思います。で、次はね、本革のじゃあレザーってどういうことになってんのっていうことなんですけども、まあ今回これで言うたら、ちょっと牛でいきましょうか。で、牛革じゃないですか。で、他にもね、馬とか、ホースとかね、あと豚ピックとかね、あと鹿ディアとかね、ヤギゴートとかいっぱいあるんですけども、その辺ちょっと一回置いといて、なめしの仕方とかほぼほぼ変わりないんで、この牛でいきたいなと思います。革でもね、ピンキリじゃないですか。例えば、ユナイテッドアローズとかね、アーバンリサーチとか言って本革のレザージャケットがなんと2万円とか3万円で売ったりします。それは何が違うんですかっていうところもね、今日これ見ていただくと、あ、なるほどと。革ってこうなってんねやっていう、ちょっと面白みがあったりしますのでお話していきたいなと思います。まずそもそも革っていうのが、こう、牛の形してるんですよ。で、こう牛の形してて、牛の形を半裁っていうことで、半分に切るんですね。で、右側のやつと、左側のやつと、革が売られてるんですよ。で、それを買ってジャケットにしていくわけなんですけど、大体ね、牛の革1枚で、レザージャケット1着作れるかって言われたら、作れないぐらい、ジャケットって結構牛使うんですよね。で、その牛の革でも、ランクがあって、A 単、B 単、C 単って言って、それぞれのランクが付けられるわけなんですよ。例えば、めちゃくちゃ綺麗な牛の皮、もう全く傷とかほくろとかそういうのがない牛って、すごいこういう、例えばここめっちゃ綺麗ですよね。あ、これめっちゃ綺麗な皮やんってなったら、これ A ターンです。でも対してこっち見てください。なんかめっちゃシワとかあるよねってなったりして、なんか同じここの前身ぐらいやけどこう汚いよねってなったら、これが B ターンになったりするわけなんですよ。で、 B ターンとか C ターンとかって結構目立たへん位置にあったりするんですけど、なんかこれはここにすごい目立つところにやられてますけど、 A ターン、 B ターン、 C ターンって皮の質は全く一緒だけど、傷があるかないかどうかっていうところで分けられるわけなんですよね。で、それで A ターンが一番高い、で、 B ターンは真ん中、で、 C ターンが一番安い。まあ要はスタバと一緒ですわ。スモール、トール、ラージ、ちょっとじゃあな、小畜梅みたいな感じです。革ってね、面白くてね、これも端切れ今ちょっとあるんですけど、これがね、洋服の場合ってこういうね、ロールで来るわけなんですよ。で、ロールで来て1メートルいくらっていう感じじゃないですか。で、レザーの場合はね、1メートルいくらっていう感じじゃなくて、1デシっていう言い方するんですよ。1デシって何っていうと、10センチ×10センチでいくらですかっていう話するんですよね。で、大体レザージャケット作るのに230デシとか260デシとか、
ぐらいかかってくるので、まあ結構な数がいるんですけど、まずそもそも A 端 B 端 C 端のどの革使ってジャケット作るかでもだいぶ変わってくるんですよ。だから同じレザージャケットで、いやユナイテッドアローズも2万の安いじゃないですか、シープレザーやからですか、羊やからですかって話じゃなくて、もしかしたら C 端の革を使ってたりしたらちょっと傷とかあるんやけども、その分値段がちょっと安くなってる。1デシほんまやったら100円するところが A 単やったら100円、 B 単やったら80円、 C 単やったら60円とかっていう下がってくるから、ほぼほぼ半額ぐらいまで下がってきて、それを使えば安くなってくる。その代わりちょっと傷とか、変な形とか割ったりするけども、まあ、仕方ないよねっていうところになってきます。でそもそもね、革ってじゃあなんでなめすんですかって話ですか。なめすって何ってことで、英語でタンって言うんですよ。でタンニンとかってよく言うんやけど、タンって何なんかっていうと、こういう動物の革ってね、僕も工場を見た時にもすごかったんですよ。実際この革だけで見たら冷凍庫に入れられてるんですけど、やっぱりね匂いがね、革の死んだ匂いがするんです。でパーってよく見ると冷凍庫に入れられてんねんけども、やっぱ虫がちょっといてるんですよね、死んだ動物のところやから。でおーちょっとこれはなかなか見えひん光景やなと思ってたんですけど、それってそのまま置いてたら腐るじゃないですか。でこれなら多分虫めっちゃ湧いてくると思うんですけど、それを腐らないように加工することをなめすというんですよ。なるほどと、そういうことかと。確かにこの皮って普通に使ってたらもう虫湧いてきたり腐ってきたり破れたりするよね。なんでか知らんけど皮ってずっと一生使えるとか言うけど、なんてなんかなっていうと、そのなめすっていう加工があることによって腐らないようにして長く持てる、そして耐久性も上げるっていうことをやるんですよ。でじゃあ具体的になめすってどういうことをするのか、ちょっと待ってください。さっきの話やけど、あの A 端 B 端シータの話しましたけど、これ綺麗なとこ A 単位とするじゃないですか。でこれ単で言うから動物ごとですよ。動物ごとなんやけど、これとかやったら B 単ですよね。例えばここに傷がある、でこれは多分生きてる時に吸った傷なんですよ。でこういうのがあると B 単位になってきたりするんですっていう話を、今入れときました。で次が、戻りますと、そのなめすっていうのがどうやってやるかっていうと、こんなねでっかいプールのとこにね、この皮をねジャボーンとつけるわけなんですよ。でこれどれぐらいつけるんかっていうと、なんと1ヶ月間つけっぱなしするんですよ。でこの手法のことを植物なめしって言うんですね。聞いたことあるやないかと、なんか聞いたことあるな、聞いたことあるなと思ったら、それを植物なめしっていうのってことなんですけど、そうなんです。ちなみにこれ古代エジプトの時からやられてるらしいので、なめす作業ってもう紀元前何千年からやってるらしくて、人類の歴史としては長いらしいんですよ。だから洋服のコットンとかですらまだ1000年とか2000年ぐらいなんで、それより全然前からあったっていうのがこのレザーなんですね。でレザーをなめすっていう工程があって、浴槽の中に植物と一緒に入れてるんですけど、それにずっと入れとくことをなめすっていうんですけど、それすることによって腐らなくなっていくっていう手法を誰かが編み出したわけなんですよ。古代エジプトか誰か知らんけどもね、これいけるやん、いけるじゃん、やってみようよなんて言って、トライトライトライゴーみたいな感じで言ったら腐らないようになったと。でここで問題なんですね。そうなんや、植物なめしそういうことなんやっていうことなんですけど、今言った通り1ヶ月もかかるじゃないですか。1ヶ月も皮つけとくのって大変じゃないですか。そんな100頭ぐらいしかつけられへんくなってくるし、レザー屋さんって1日に何百頭って扱うから、そんなとこプール、オリンピックの水泳選手ちゃうねんから、プールなんか山ほどあるわけじゃないので大変になってくるってことで、もう一個のなめし方があるんですよ。これがクロムなめしっていうなめし方なんですね。でそれはドラム缶みたいなところにバーッと回ってるドラムがあるんですよ。でそこにねこの皮入れてね、もうバチャーンバチャーンバチャーンってこう叩きつけることによって皮の芯までなめしていくっていう工程があるんですよ。でそれはたった1日で終わるんですよ。だからクロムなめしってすごい短期間で作れるっていうのと、植物なめしっていうのは30日もかかるっていうところで、まずそもそも手間が違うんですよ。だったら全く同じ皮使ってるのに、加工の段階で工程が植物なめしが多いので、どうしても値段が上がってくるんですよね。だから元々の A 単とかで考えたら1デシ90円、全く同じだけど、加工の手間がこっち変わってくるので、次こっちが1デシ100円とかになってきて高くなってくると。でちなみにグローブの皮なんかっていうのは、これグローブの皮なんですけど、これ完全にクロームなめしです。でこれクロームなめしにしてることによって中がね青くなってるの見えますかね。でこれ青くなってる理由っていうのが、この横にも映ってるんですけど、工場でねおじさんがねチェックしてると思うんですけど、この皮っていうのがクロームなめすると全部水色になるんですよ。どんな皮の色でも最終的には水色になるんですけど、その後にこのブラックとかオレンジを入れていくっていうのがクロムなめしの特徴なんで、必ずこの水色の工程は通るんですよね。で皆さんご存知のこのヌメっていうやつは、このクロムをヌメにするやり方もなくはないんですけど、基本的にこのナチュラルっていう色味っていうのは植物なめしでしか出ない色なんですよね。だからこのヌメ側ってことはイコール植物なめしである可能性が高いと。ただクロムなめしからこのヌメに色を近づけようと思ったら、染色してこれの色に近づけることはできんことはないらしい
んですけど、一般的にはヌメと言われたら大体植物なめしを思い出していただくと。だからレザージャケットでこうヌメ側のレザージャケットだったりしたら、あ、これ単人なめしちゃうかって思う人はかなりレザー好きな人、だからね、お店とか行ってパーツ当ててね、これってヌメやから単人でなめしますよねって言ったら、よう知ってませんお客さんっていう、ちょっと今から奥行ってお茶でも飲みましょうよって言って、多分そこから話が盛り上がると思います。でそれぐらい皮好きな人やったら、まあ、そういうどっちがどっちっていう特性がありますので、植物なめしやから経年変化が出やすいとか、クロムは出にくいっていうことはないんですよ。クロムをその後に加工をもう一個して、素揚げとか顔料染めとか染色染めとかいろいろやっていきますので、さらに加工して植物なめしより経年変化が出やすくする方法もあるし、植物なめしより経年変化を出にくくするツヤが より出てくる方法もあったり、僕のこのリュックみたいに防水にするっていう加工もできたりするっていうのがこのクロムのすごいところなんですよ。一般的にレザーって聞いたらもう雨の日終わりですわ、もう雨降ってきたらもうビージョビージョなんておしまいですわって思われる方多いんですけど、それは単人なめしにするとどうしてもこういうヌメにね、水滴ついたら水垢めちゃくちゃ残るんですよ。ほんならもう全然あかんやん、もう水垢めっちゃ残ってるやんってなってくるんですけど、それはやっぱ単人なめしならではのデメリットというか、その後初めて皮として仕上がったら、裁断屋さんとかに持ってって裁断して縫製してジャケットができる、もしくはこういったリュックができる、で物によってはこういうボディバッグの本革ができるっていうような流れになっております。でこのボディバッグとかに関しては防水の仕様ではないので、どっちかというとツヤが出る加工をしてますので、経年変化で味が出るっていうよりかはどっちかというとツヤが出るような加工がされているというところが特徴やったりとかします。なのでレザージャケットって言っても元々の素材は全くしないけど、加工の仕方とか加工の手間によって値段が変わってきたりとか風合いが変わってきたりするっていうところがね、非常に面白かったりします。で僕自身も今ね、鹿革っていうのを手に入れようとしてて、このルイスレザーとリアルマッコイズっていうブランドさんがコラボした時に、鹿革のねレザージャケット、これの全く同じ形のレザーを鹿革で作ってたんですよ。で僕自身も全く同じ会社さん行って、鹿革のねこういう生地をね今頼んでるんですよ。でレザージャケットを作ろうと思ってたり、あとグローブを作ろうと思ってたりして、ディアスキンって言うんですけど、鹿は鹿でね馴染みがいいっていうところが良かったりするんですけど、まあそういう革によって特性がありますので、比較的硬いなっていうのが、まあ牛とか、あとそれ以外にやったらヤギ、ゴートとか、あと豚ピックとか、あとそれ以外にやったらヘビとか、そのあたりは結構硬いっていう感じなんですけど、柔らかいのは羊とか、あとはまあディア、鹿ですよね。その辺は結構比較的柔らかかったりとかしますので、肛門のその指を動かすような柔らかい方がいいやつとかはそういう革が使われたり、あと硬くて頑丈な方がいいやつとかっていうのは、さっき言った牛とかそのあたりが靴とかに使われたりとかベルトとかに使われたりするっていう感じで、部位とか種類によってやり方が違うっていうところがね、このレザーの面白いところかなと思います。比較的値段が安い、こちらのケンシロウジャケットですね、なぜかというと袖を切っていくと、ケンシロウのレザーベストみたいに見えるからということで、こちらのケンシロウジャケットなんですけども、こういうジャケットとかっていうのはほんまにそういう加工がもう全くないので、そういう意味ではもうデザインオンリーなので、こう風合いを楽しむとか、こう長く着るっていう考え方ではないっていうところが分かっていただけるんじゃないかなと思います。で正直言うとね、この備品の違いとかってあるじゃないですか。この例えばファスナーの違いであったり、こっちもね同じくファスナーの違いであったり、こう20万するファスナーは高いんかって言われたら、もちろん高い時もあったりするんですけど、ファスナー自体がね一番高いやつでも1000円とかぐらいなんですよ。1個1000円ぐらいなんで、ほんまに安いやつがほんまに5円とかってやつもあったりするので、まあ、それ考えると、まあ、5円のファスナーと1000円のファスナーはだいぶ違うんですけど、言うたってファスナーで5万も6万もするファスナーってまあないんですよ。って考えたら備品の値段の違いってあんまりそこまでないっていうか、あっても1000円ぐらいって感じなんで、それより生地の差の方がでかいっていうか、これ1デシ100円とかするから、ジャケット作るのに300デシとか280デシいるやん、素材だけで多分3万円とかするんですけど、これとかやったらもう素材だけで3万円どころか300円ぐらいで多分できるので、もう全然その素材がまず違う、100倍ぐらい違うので、300円のものか、3万円のものか、まあファスナーに関しては2円か1000円かってそんなに違いないって感じなんで、まあやっぱ生地がやっぱ大きく違うんかなと思います。であとこれやったらね、メイドインイングランドで作ってるので、やっぱりイングランドは違うよねと。でこっちどこで作ってるやんだっけ、こっちは中国で作ってるから中国はやっぱ違うよねっていうこともあったりすると思うんですけど、もちろんあとは人件費の問題やったりとかするってことで、やっぱり大きな違いっていうのはこの革の部分であったりとか、まあその革もとあるブランドさんとかは、そのほんまは殺したあかん動物を殺して仕入れてるっていうところもあったりするけど、やっぱりこういうちゃんとしたブランドとかっていうのは、こう正規ルートを通ってる、この闇売買じゃなくて正規のルートが通って、こう食用とかで取られたものが革だけ残ったらもったいないから、その革をしっかり製品化してるっていう、ちゃんと SDGs が考えられてるんですけど、その安いところとかっていうのがそういうのが結構なかったりとか、むちゃくちゃしたりしてるっていうのもあったり実際はするので、そういったところが大きく変わってくるんじゃないかなと思います。ほんまにね、これの加工なんかってめちゃくちゃ面白いなと思うのが、まあ言うたらこういう
普通のクロムなめし終わった状態のところに色をつけました。で色をついて、でさらにこうテカテカの加工するためにローラーみたいにピューって入れてったら、これでもうテカテカなってもう全然曲がらんくなるんですよ。ピンピンに硬くなるんですよ。でそんなんもできるし、あと逆にこっち使うっていうのはスウェードって言ってね、スウェード調とか言ったりしますけど、スウェードとしても使えるし、これをね銀面って言うんですけど、この表側をこの銀面、まあどれでもいいんですけど、これでもこれでも何でもいいんですけど、こういう裏側のスウェードじゃなくて、こういう銀面の方を削っていってあえて起毛させたらヌバックっていう言い方もしたりするんですけど、まあスウェードにすることによって表面の傷とかっていうのが見えなくなるじゃないですか。ここって傷とかいっぱいついてたらシータンになってくるけど、ひっくり返すことによってこっちは傷ないので、要は動物の内臓とかについてた部分だから傷とかないから、どんなシータンでも使えるっていう良さがあったりとか、あと全く同じ革でもこの厚みが全部違うので、例えばこれとかやったら2ミリから3ミリぐらいあるけど、これは1ミリぐらいしかないし、こっち 0.5 ぐらいしかないしみたいな感じで厚みを変えることで用途も変えていく。これとかやったらさっき言ったグローブになってて、こういう感じでねグローブとして使えるんですけど、これはほんまにかなり分厚いので、リュックとか靴とかで使うのかな、ちょっとわからないんですけど、どこのお客さんとか聞いてないんで、これも目の前でピューって切ってくれて、はいって言って渡してくれたんですけど、これはもう担任なめしですね。30日かけて舐めされた担任なめしなんで、どんどん使えば使うだけ味が出てくる。でその代わり逆に言うと水にも弱いっていうところがデメリットやったりするんですけど、そういったなんで高いんかっていうところのこの手間をね、皆さんに見ていただけたんじゃないかなと思います。であとそれ以外の縫製っていうところは、僕他にも洋服の縫製とか行ったりいろいろしてるので、まあそういうところで普段紹介してるかなと思うんですけど、まあ革に関しては結構わからんとこ多いじゃないですか。なめしとは聞くけど何なのかなとかね、あとなんか加工とか素揚げとか仕上げとか顔料染め染色染めとか言うけど、あんまよくわからへんって感じだと思うんですけど、やっぱりハイブランドのエルメスとかが使うのって、その ABC の A 単 B 単 C 単で言ったら A 単をよく使ってて、でよくエルメスと同じ革をうち使ってるんですっていうのっていうのは、だいたい牛って1枚で絶対買うので、エルメスは真ん中しか使わないってあんまないんですよ。 A 単をエルメスは買って、 C 単をうち買ってますみたいな感じがあるので、まあ傷は多いんですけど、まあ質としては同じっていう、元をたどれば同じっていう感じなんで、傷が多い分そのワイルドレザーみたいな感じで言い方変えて販売してるとこもあったりするっていう感じですし、あとまあ加工も植物なめしに向いてる加工の製品って、例えば財布とかね、もともと植物なめしで作られたやつっていうのが、例えばこういうやつあるじゃないですか。でそれがほんま使っていくとどんどんこういう感じで味が出てくるので、まあこういうところっていうのが毎日よく触るやつとかはこう綺麗な味が出てくるっていうところが小物に向いてるんですけど、クロムなめしとかっていうのは逆にこう毎日使っててもこう味を出したくない人とか、このボッテガの財布なんかまさにこれクロムなめしなんですけど、これとかやったら使ってても別に味が出てくるような、色薄いのにもう真っ黒とかなるんかなと思ったらならへんので、これ経年変化出したくない女性の方とかはクロムなめしの方が良かったりとかするっていうのは、まあ、そのアイテムとかそのブランドとかの思考によっても全然違いますので、一概に植物やからいいとかクロムやからあかんとかっていうことじゃなくて、まあ、どの製品にしたいか、どういう加工を入れたいかとか、防水にしたいとか、そういうのによってちょっと変わってくるっていう感じになってます。まあ、なので結構冒頭に戻ってくるんですけど、例えば安いセレクトショップの2万円3万円のレザーってなった場合は、安く仕入れる理由としては、例えば ABC のシータンであるとか、シータンではないんやけどめちゃくちゃ大量に買ってるとかね、もう羊を1000頭ぐらい買いましたって言ってたらその分安くなっていたりだとか、あと加工の量を少なくする、もうクロムなめしだけで終わるとかっていう風にすれば、その分あの防水の加工とかも入れんでいいし、もう素揚げにした状態で出していくと、加工が少なくなればなる分その分手間賃も少なくなるしっていうことで、そういうところで価格を抑えたりっていうのもできますし、あとはまあ最後縫製のところを海外に持っていけば、バングラディッシュが確か1着200円とかでできるとかって言ってたんで、まあ、そういう安いところを使うっていう手もあるっていう感じにはなっております。だからまあ、あとはねどこでコストを抑えていくかって感じなんで、もともとの製品の値段を、生地の値段を安くする、備品の値段を安くする、裁断値段を安くする、加工の値段も安くする、まあ、どこを抑えるかって感じなんですけども、それが分かってればね、今後買い物レザーとか、レザーのアイテムを買う時とかに、あ、こうキスあるな、これ B 単やな、 C 単やな、 A 単やなみたいなのが分かりやすいですし、特にどのブランドもそうなんですけど、こういう顔となるところ、要は正面の表のところってあんま傷つけたくないんですよ。だからこういうところには傷があるところを持ってきたくないので、同じシータの中でも傷のないところをここにチョイスするんですよね。綺麗なところだけ使って、例えば見えにくいこの内側のところとかにシータを入れたりとかするっていう感じで、まあ、そのあたりは動物やから絶対傷とかあるじゃないですか。で、あ、ちなみにあのブランドっていう名前の歴史って、あの実は牛が始まりなんですね。牛のここに焼き印ぶちかまして、うちのところであの放牧したというか育てたやつですよっていうロゴを入れたのがあのブランドの始まりっていうことやったんで、こんな豆知識で最後終わりたいなというふうに思います。まあ、本革レザーの闇を大公開しますというところで、なんでそもそも高いんかっていうところをね、これで簡単にちょっと知っていただけたんじゃないかということで、これからどんどんそれでねレザージャケットとかレザーのアイテムを好きになっていただければなということで、本日はですね、僕が工場に行って、感じた感想を喋ってみたということになってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。